エバリスト・ダ・ラーバコ・エバリスト、フェリーチェ・ダ・ラーバコは、イタリア後期バロック音楽の作曲家、バイオリニスト、トレッリにバイオリンとチェロを指示。1696年にモデナでしばしばビターリと接触。1704年にチェロ奏者としてミュンヘン宮廷の室内楽団に参加。スペイン継承戦争にバイエルン公国が敗れたため、 1704年から1715年まで、バイエルン戦帝公、マクシミリアン2世エマヌエルがブリュッセルに、ついで、モンスに、そして1709年からコンピエーニュに亡命。楽団員も、この亡命宮廷に同行したため、作曲家の息子、ヨゼフ・ダラバコは、1710年に、ブリュッセルで生まれている。この間に、フランス音楽の様式に馴染む機会を得る。マクシミリアン2世。 エマヌエルのミュンヘン機関。ダラーバコはミュンヘン宮廷に復帰後、1740年まで宮廷学長と宮廷古問館に就任。校舎の地位は当時の音楽家には稀な名誉であった。1726年に新君主カール・アルブレヒト校の下でダラーバコの影響力が低下。1740年に恩給を得て引退。ダラーバコの音楽作品は 全六巻の曲集にまとめられており、これらは1708年から1735年の間に出版された。全部で24曲のバイオリンソナタ、12曲のトリオソナタ、12曲の教会コンチェルト、数多くのコンチェルト・グロッソにバイオリン競争曲が残されている。初期作品は、これ、りの作曲様式に従っていたが、後にフランス音楽の影響から、 ギャラント様式を取り入れた。ダラー箱の墓はミュンヘン旧聖主教会の墓地にあり、1788年から公開されている。教会の北側には古い同伴があり、ダラー箱に関連する文面には次のように書いてある。エバリスト・ダラー箱、宮廷学長にして音の詩人。1742年高い。ミュンヘンでは1934年に街路の一つに、 アーバコ大通りと名付けられた。この名は、ダッラーバコにちなんでいる。また1988年頃には、ダラーバコの生を冠した学生オーケストラも結成された。ベローナには、ダッラーバコの使命をもらい受けた音楽院も存在する。イムソルプの楽譜による。ありがとうございます。